競馬カフェご来場いただきありがとうございます。コンシェルジュの香里です。この動画では3歳限定のダート重賞レパードステークスの予想をお届けいたします。今回の予想は月曜日のブログでもご紹介しましたが、上位人気の関西馬を軸馬に流す形となりました。本命に選んだのはキャリアリズムです。一勝クラスを勝ち上がってきたアップスタート3区の外国産馬です。まだまだ客室が定まらない点が気にはなりますが、逃げても先行しても刺しても結果を残しており、連帯を外していない点は素質の高さとして評価ができそうです。特に2走前の未勝利戦では逃げる競馬で7馬身差の圧勝となりました。素質の違いを感じるレース内容は重賞クラスでも十分通用すると言えそうです。鞍上にも絶好調の福永雄一騎手が予定されており、コントロール性の難しさをカバーしてくれる騎乗に託します。今回は馬単マルチの軸馬に本命はキャリアリズムを選びました。相手に選んだのが名将村雲、ルコルセール、北高花道、ノースザワールド、ディールクルム、以上の5頭に流した馬単マルチ10点で的中を狙いたいと思います。今週はエルムステークスの予想も YouTube で公開しておりますので、お時間がございましたら遊びに行ってみてください。競馬カフェへのご来場と皆様からのチャンネル登録をお待ちしております。コンシェルジュの香里でした。余談なんですが、ボードの書き間違いに気づかれた方いらっしゃいますか？これは書き直したものなんですけれども大場さんの名前を間違えてごめんなさい。